アメリカアナグマは、食肉目いたチかアメリカアナグマ族に分類される、食肉類。本種のみでアメリカアナグマ族を形成する。アメリカ合衆国西部及び中央部、カナダ南部及び中央部、メキシコ体長42から72センチメートル。お長が10から15.5センチメートル。体重4から12キログラム。北部の個体群の方が大型になる。背面は、 灰色や赤葛色。花面から正中線に沿って、北部固体群では肩まで、南部固体群では電部まで、白い縦縞が入る。頭頂部と側頭部に黒い反紋が入る。四種の体毛は暗褐色。死列は、門子が上下6本、剣子が上下2本、九子が上下6から8本、大九子が上下52本、下顎4本で計34本。 ウーゴの列肉場は、旧種よりも小型。前詩には大きい爪がある。本属を含めたアナグマ属、イタチアナグマ属、スカンクアナグマ属、ブタバナアナグマ属でアナグマアカを構成する説もあった。2008年に発表されたイタチカの各 DNA やミトコンドリア DNA の最大節約法、最優法、ベース法による系統推定では、 イタチカ内では最も初期に分岐した系統だと推定されている。一方で従来のアナグマアカの単系統性は否定された。この論文では、イタチカ内のアカの復活や最定義も提唱しており、その説に従えば本族のみでアメリカアナグマアカタクシドイニーを構成する。5亜種に分ける説がある。乾燥した草原などに生息する。群れは形成せず、単独で生活する。 夜行性だが、昼間に活動することもある。発達した爪を使い素早く穴を掘る。南部個体群は周年活動するが、北部個体群は穴の中で冬ごもりを行う。体温が9度まで低下し、心拍数が半減するが、暖かい日には外へ出て活動する。掘りネズミかジリス類、プレイディードッグ族、マーモット族、カンガルーネズミ族、ダイポティミス、ドラッド族。 ネオトマシロアシマウス族ペローミスカスハタネズミ族、モグラカなどを食べるが、冬眠中のスカンク族マファイタスや、マダラスカンク族、スプイラゲイル、アナホリフクロウ,ショウドウツバメなどの鳥類、トカゲ、両生類、魚類、昆虫、トウモロコシやヒマワリの種子なども食べることがある。人間を除くと捕食されることは稀だが、コヨーテピューマボブキャットイヌワシなどに捕食された、報告例はある。 繁殖形態は体制。晩科から総集に交尾を行う。妊娠期間は6週間だが7ヶ月ほど着床遅延がある。3から4月に1から5匹の幼獣を産む。生後4から6週間で開眼する。飼育家の寿命は26年の記録がある。ラコタ族の世界観ではよく穴を掘ることから薬草の知識に通じ大精霊。 和寒単価の癒やす力を体現していると考えられる。一方、爪を使って果敢に身を守ることから戦う力も体現していると考えられていた。ウィスコンシン州を象徴する動物に指定されている。ウィスコンシン大学のマスコットでもある。本種が掘った穴に家畜が足を入れ怪我をしたり、用水路を破壊する害獣とみなされることもある。農地開発による生息地の破壊。 ロビの抑制による生息に適した環境の縮小、害獣として、駆除、交通事故などにより、生息数が減少している。カナダでは、2000年に、五大古地方西部に分布する TT 弱線野種と、西海岸地方に分布する TT ジェファーソニア種が、絶滅危機種に指定された。チャマテタキサスはビタス現存する、アメリカアナグマアカの生物は、本種のみであるが、 化石から少なくともかつてプリオタクシデア族とチャミタタクシス族が存在したことがわかっている。アメリカアナグマ族に最も近縁なタクソンは中心よの北アメリカに存在したチャミタタクシス族であると考えられている。ありがとうございます。